それでは鉄砲を追っていきます。これは日本に昔から伝わる折り紙というより遊びの一種です。非常に面白いです。お子さんあたりが非常に喜びます。それで追っていきます。まず1枚新聞紙ですね。新聞紙を縦に1回折ります。そしてその縦の線に合わせて三角形に折っていきます。反対側も一緒です。三角形に折っていきます。そして一回折ってもう一回折ります。ここからこの袋を広げて潰します。もう一箇所も一緒です。袋を広げて潰します。これで出来上がりです。遊び方は下の重なっている方を手で持って思いっきり上から振り下ろします。すると大きな音がします。もう一回します。紙が破けるまで何回でも遊びます。結構大きな音がしますので、遊ぶときはその点は十分気をつけてください。以上です。